カな。旧人類撲滅用精鋭戦力が全滅しただと。アーマードゴリラからの通信によると、二人はこちらに攻め込んでくるようです。奴らがここに来れば、積み上げてきた研究成果を全て破壊されかねません。切り札を使うしか。アシュラカブトを解き放つ準備をしておけ。何？あいつだけは、それは無理だ。それでも危険すぎる。あくまで最終手段だ。まずは地上1階から8階まで無数の運が良ければそれで終わる。失敗した時に私がどうなるかは。いや、アシュラカブト、また私のクローンをたくさん殺してくれたな。ブーケー、おめえ気が済むわけがねえだろ。人を地下深くに閉じ込めやがってよ。進化の家最強戦力の俺よ。お前は精神が不安定だ。我々でもコントロールできないから仕方がなかったんだ。コントロールで？バカ。俺はお前、違う、お前は失敗作だ。確かに圧倒的な、何としても入手したいサンプルがある。奴を捕まえてほしい。着きました。ご進化の家、1,2,3,4,5,6,8 階建てくらいはあるな。いや、いきなり何やってんのお前。これが一番効率よく一網打尽にできると判断した。相手もいろいろ準備してただろうに。えげつない。地下への蓋っぽいな。この奥に生体反応。俺はアシュラカブトってんだ。戦闘実験用ルームがあるから。戦力として使えるかどうか、ここで戦わせて実験してん。じゃあ、とっととかかってきな。全力でな。消却。ジャスティスクラッシュ。アトミックザム。普通のパンチ。貴様、それほどまでの力。お前も知りたいのか。いいだろう。ジェノスもよく聞いとけ。この場で教えてもらえるのか、先生の強。俺にも聞かせてくれ。危険だ。こいつらにそんなことを教えていいのか。まず大切なのは、このハードなトレーニングメニューを続けられるかと。トレーニング、改造手術でも。トレーニング、一体どんな。いいかジェノス、続けることだ。どんなに辛くてもな。俺は3年でここまで強くなった。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロ。これを毎日やる。もちろん1日3食きちんと食べろ。朝はバナナでもいい。極めつけは精神を鍛えるために夏も冬もエアコンを使わないことだ。最初は死ぬほど辛い。
1日くらい休もうかとつい考えたが、俺は強いヒーローになるためにどんなに苦しくても地平道をぶちまけても毎日続けた。変化に気づいたのは1年半後だった。俺はハゲていた。つまりハゲるくらい死に物狂いで己を鍛え込むのだ。それが強くなる唯一の方法だ。新人類だの進化だのと遊んでいる貴様らでは決してここまでたどり着けん。自分で変われるのが人間の強さだ。先生、それは一般的な筋力鍛錬だ。しかも大してハードでもない通常レベルだ。俺は強くならなければならないんだ。そんな冗談を聞くために。埼玉先生の強さは明らかに体を鍛えた程度のものではない。なこと言われても他に何もねえぞ。秘密を教える気がねえってんなら構わねえぜ。どうせよりよか強くはねえんだ。丸一週間は理性が飛んで逃走本能が沈まることはない。お前を殺した後は町へ降りて来週の土曜まで強いヒーローだったら俺を止めてみろ。ラッシュラモード。そんな、まずい。俺は大変なミスを犯したのかもしれない。この調子で来週の土曜まで、来週の土曜までだと丸一週間後か。つまりは今日もということは。先生、閉店は22時です。片道4時間かかる道のりです。かなり急げばまだ間に合いますが。かなり急げば間に合うんだな。はい、行くぞジェロス。はい先生。もうやめよう。こんな変わるべきは私なんだ。